各藩は中国後漢末期の武将、政治家、各阿多との記述もあり、陽明家字が阿多である。各多とも言われることがある。牛多宿の書き部として史書に記述がある。董卓が洛陽を放棄すると、東方諸侯に備える一角を担い、李閣らと共に、厨房で、朱舜を破った。192年、董卓が王隠らによって暗殺された際には、李閣、各氏らは東方にいたが、各の進言を入れて、董卓の報復に乗り出し、諸軍を集めて、長安を奪回した。裴松氏が三国志の中に引く英雄記によると、この攻防戦の際に各氏は呂布に一騎打ちを挑まれたため応じたが、叶わず敗れたとされている。検定を要して、王位を殺すと五将軍の地位に上り、李閣、範疇らと朝廷を支配した。この戦応の間、兵を放って上游を略奪させたため、三多宿の民衆は飢餓に陥り、2年の間、お互いにことごとく食らい合ったと言われる。194年、馬騰が李閣に私的な交際を求めたが断られたため、韓遂らと結託し、長安を攻撃してきた。各氏は範疇と共に出撃し、馬騰軍1万余りを切った。さらに、馬騰に協力していた羌族も撃破している。同僚で幼馴染の李閣とは酒宴を開いたり、お互いの陣営に宿泊する仲であった。しかし後に、李閣が各氏に妾を与えているのではないかと疑った、妻に計られ対立し、抗争を繰り広げるようになった。この二人が争っているのを見て、張済は二人の争いを仲裁し、検定を洛陽に送ることとなった。だが、各氏は、検定の護衛中に変身し官軍に対して攻撃を仕掛けた。さらに李閣、張済を巻き込んで官軍を壊滅状態に追い込んだが、検定を捕らえることができなかった。その後、各氏は衰退し、197年に曹操が派遣した越者牧野の裴茂に長安を追われ、部下の伍州に裏切られて、郿で殺された。その首は曹操の元へ送られた。各氏は豪遊の士であり、当省の10回によると、李閣との抗争では、兵数百でもって、李閣軍数万を破ったという。小説、三国志演義では検定が自力で脱出したため、李閣、各氏は検定を追いかけて、曹操軍に惨敗したということにされている。ありがとうございます。